アニマル青木です。今回の動画はアフレコでラジオ風に喋っていきたいと思います。前回のね、動画の引き続き、現在ここあのスペインバルセロナにあるサクラダファミリアに来ております。いや、想像してた以上にね、もう晴れてすごい太陽のね、日差しがステンドグラスにすごい綺麗にね照らされてて、思ってた以上にね、想像以上でした。なので私かなりね、動画回したり写真もいっぱい撮ったのでね、シェアしていこうかなと思います。綺麗だよね、ここはね、本当にねおすすめなので、バルセロナに来た方は絶対必ずね、まあ行くと思うんですけど、行ってほしい場所の一つです。ちなみに愛犬のモップさんはさすがにこの中はね入れないので、お留守番してます。今回私たちはイギリスからフランス、フランスからスペインですね、バンで車でね旅しているんですけど、まあ途中でね、モップさんも喋りたいのかな。今回の旅、途中車のねハプニングとかもあったんだけど、無事にねこうしてねスペインまでたどり着けてよかったです。しつこいぐらいにね、インスタにもあげたんですけど、写真パシャ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 撮ってまいりました。もうスペインほんと来てよかった。まずね、天気、イギリスに住んでるとね、曇り空もそうだし、雨もねたくさん降るので、スペインはカンカン照りの日がすごい続いてるし、もうね、物価もね、ポンドからユーロでかなりね、お財布の紐も緩んでたし、スーパーとかレストランとかね、お土産屋さんもかなり安く感じました。お昼に食べたこのサーモンのサラダ美味しかった。おちむさんはなんか謎のハンバーガー食ってますね。スペインなのかフランス料理なのか。ベッカム様の香水も買わなかったけど。でね、ちょっとね帰りにスーパーに寄ってご飯をね調達しましたので、スーパーの様子もね撮っておきました。スペインとフランスのスーパーね、かなりねテンション上がりました。このお惣菜のね数も結構あるし、イギリスよりもやっぱ日本人の舌に合ってる感じで、結構かなり爆食いしましたよ。シーフードがね、かなり充実してた感じがします。タコとか、まあやっぱね、エビがね、結構やっぱり安いね。こんなにいっぱいね入ってて冷凍だけど買いたくなっちゃいました。あと生ハムのね数がかなりあって、どれ買っていいんだろうって感じだけど、結構いろんなのね試して酒のつまみにしてたよ。あとオリーブとオリーブオイルもスペインでは有名なので、オティムが買っておりました。イギリスから来るとね、もう物価が安いので財布の紐が緩む緩む。まあでもね、せっかく来たのでねって感じでね。このポテチ硬くてね、パリッパリで美味しかったですね。あとこのジュース、なんかカルピス、フルーツカルピスみたいな味ですごいハマって、箱で買って帰ったよ。あとチョコとかもね、クッキーとかも甘さ控えめでね、美味しかったな。次の動画はまたフランスに戻ります。次の動画もよかったら見てね。最後まで見てくれてありがとうございました。
アニマル青木とモップとティムの旅はまだまだ続きます。またねー。